皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画は、ギターのレッスンとか何にも関係ないような単なる雑談といいますか、独り言の動画でございます。本当に独り言だけなんで、あまり期待せずに見ていただけると幸いです。今年も2020年4月10日という日がやってきたなぁ、なんていう感じです。4月10日。この4月10日という日がね、何なのかと申しますと、まあ3年前の4月10日に僕がすごいこのお世話になってた人が亡くなってしまったっていう、まあそういう命日なんですけれども、まあこんな昨今なんでね、お墓参りとかもね、その締め切っちゃっててできなかったりとかするんで、まあ僕は僕なりにのほほんと日常を過ごしながら、家でイラストレーターでテキストとか書いたりとか、なんか動画編集したり撮影したりとかしながら、まあ節々で、その人のことを思い出すような一日をまあ過ごしているんですけれども、なんかこう3年前、と聞くと、なんかそんな最近のことだったっけって感じもするし、もう3年も経ったかなって感じもするし、でそんな感じでね、ああもう1年か、ああもう2年か、もう3年かみたいな感じで、なんか僕の中で一つの節目みたいな感じにちょっと出しちゃってるんですけども、まあそんな感じでね、節目みたいな感じにして、その人のことを忘れないようにするのも、まあ一つの、いいことなのかななんていう感じで、自分の中で割り切ったりとかしてるんですけども、まあそんな一日を、過ごしております。まあ、その人がどんな人だったのかと申しますと、まあ、本当に大げさではなく僕が影響を受けたっていうか、そのきっかけとしてすごいこの大きなきっかけをいただいた人で、その人がいなかったら僕の人生は全然もっと違う形になってたっていう感じの人だったんですよ。まあ、もちろんそれ多大なる影響はあるんだけども、でもそのきっかけとして その影響がすごく大きくて、その人と出会ってなかったら今頃の人生はもっと違う形になってたとは思うんですよ。そんな感じのお世話になったような人でした。まあ、どんな人かとちょっとお話をさせていただきますと、皆さんの中でさ、ほら、好きなアーティストとかギタリストとか役者さんとか映画監督とか、まあそのね、自分の中でその少なからず影響を受けた人ってやっぱいるわけじゃないですか。若かれ、置いてあれ。でもその人とさ、共にこの僕らはその、ね、年を歩むわけで、なんて言うんだろう、その僕が中学校の頃に影響を受けたギタリスト高崎明とかも僕と一緒にこうバーバーと年を重ねるわけで、でどっかでさ、その影響された人と僕がその同じ年になる時がやっぱりあるわけなんですよ。なんか振り返るとね、僕今36なんですけども、そのお世話になった人が36の時ってどんな時だっけかなとかって思い出したりとかすると、ああそういえばこんなことだったな、こんなことだったなとかって、自分がその人の年、逆か、その人が僕の年だった時に、なんかどんなことがあったのかなみたいな感じで考えたりとかすると、なんか意外とその感慨深いというか、なんかいろいろと思い出深いことがたくさんあるような感じがしていて、でもなんかこう関係性みたいなのはそんな変わんないからさ、やっぱりその僕の中でこう、なんだろう、そのこの気のいい兄ちゃんというか、その元々楽器屋さんのね、あのお兄さんの店員さんだったんですけどもね、その楽器屋 の気のいい兄ちゃんみたいな感じで、なんかいろいろこう相談に乗ってくれたりとか、結構その親身になってくれたりとかして、そういう結構その周りの人たちに対してこの兄貴役みたいな人だったんですよ。だからそれがすごいこうずっと同じままでこうバーッと言ってたけども、そうか、今自分の年齢はもうそういうことをしてたあの人を越してる時もあるし、同い年の時もあるし、結構まあ同じような年代なんだなぁなんて思うと、なんか別に、驚きとか喜びとか悲しみとかそういうわけじゃなく、なんかこう、そういうものなんだなっていう、なんか実感というか理解というか、なんかうまく言えないですけども、言葉では言えないですけども、なんかそういうこの喜怒哀楽ではない、なんかこう不思議な感情といいますかね、なんかそういうのこの湧き上がるような、一日、近頃でございます。でその人はさっき言った通り、すごいこの兄貴分みたいな感じでさ、すごいいろんな人にこう親身になってこの、ね、相談したりされたりとかみたいな感じになってたから、もうすごくて、もうちょっと僕らの中ではその笑い話の一つになってるんですけども、まあそのね、あの4月とかに亡くなっちゃったってなったじゃないですか。でその後にこう、ね、もちろんその葬儀をするんですよ、葬儀を。でもちろんその葬式、ね、斎場を借りてバーッとやるわけなんですけども、で僕らその時はアフタービートっていうね、楽器屋で働いてたから、そのアフタービートチームというかスタッフで、まあ、みんなでこうワーッとその式場の管理というかその整理をさせていただいたんですけども、まあもうすごいとんでもない人数が来まして、もうフェスかともう何フェスだというぐらいの、そのね、もう400人ぐらい、300人は超えてると言ってたから、300人400人ぐらいの人がもう最初にこのバーッと積み上げてフェスですよ、フェス
もう僕らも、そのね、その、もう悲しむとか、もうそんな気持ちしてる場合じゃなく、本当もう、会場整備でもう、てんやわんや、みたいな感じで、もう本当にもう、単なるイベント、もういつも通り、いつも通りに、その僕らはね、よくイベントやってたんですけども、ライブイベントとか、なんかそういうのやってたんですけども、もうその時の感情と何も変わらないみたいな、ただ場所と服装が違うだけであって、なんだこれはと思いながら、すごいせこ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 してたのをすごいこう思い出します。でもなかなかね、その最初の方もね、おっしゃってましたけども、こんなにね、お葬式で、一人の人のお葬式でね、集まることってなかなかないですよ、みたいなことやっぱすごいおっしゃってましたし、朝11時とかからね、その葬式、葬儀、まあお通夜かな、そのわかんないけども、お証拠あげたりみたいな、なんかそういうやつが始まったんだけども、その9時回っても終わんなくて、もうお坊さんがみんな、もう声が出ないんで、お経やめていいですかみたいなこと言っちゃったりするぐらいに、もうずっとこう長丁場で、もう人がね、ひっきり出しに来てくれてて。で、まあね、その、まあ僕らもさ、ほら、なんだろう、その、ね、その人がどういう付き合いをしてるかって、その細かいことは知らないし、そのざっくり、そのね、まあいろんな人とこう関わってくると、幅広い付き合いをしてるんだろうな、いろんな人にこう慕われてるんだろうなってことは知ってたけれども、なんかすごいこう、やっぱりこう、ね、なんだろう、この、見せつけられたというか、よくそのね、人間死ぬときに一番その価値がなんたらかんたらとかって言われるけれども、まあ、後にも先にも、こんなに身近な人であんなに大きく慕われる人はまあ見ないだろうなっていうことを見せつけられたような、一日でして、まあ、なんか単純に楽しんでる自分らもいたけども、まあ単純にその凄さというかその偉大さとかにもその改めて気づくところもあったし、で、それがそのまた冷静になれば、随分となんか惜しい人をうんたらかんたらっていう気持ちにもあったりとかするし、まああの辺の時期はすごい僕らもなかなかね、そのまあ一種のパニックみたいな感じですからね、本当にまさか死ぬとは思ってなかったから、一種のパニックになっててね、もうみんなでこうわー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 って感じで、謎のバカ力で日々生きておりましたけども、まああんな時期からもう3年経ったのかっていう、なんかそんな感じの、不思議な感じですね。で、まあなんだろう、そら、ほらなんか最近さ、ほらね、今2020年のこの4月とか昨今さ、すごいこうね、なんかなんとかウイルスみたいなのがすごいこの流行っててさ、なんかこう、すごい困難とかさ、すごいこの悲しいこととか逆境とか、なんかそういうことが周りで起こったりとかしても、その震災とかさ、起こったとしても、まあ自分はそんな関係ないっしょって思ってしまう人ってやっぱすごい多いと思うんですよ。まあ今はね、その日本がさ、緊急事態宣言、うんたらかんたらとか、志村けんさんが亡くなってしまったりとかして、まあようやくね、実感する人もすごい増えてきていると思う。もしも僕もそのうちの一人なんですけども、もともとそんなね、どうでもよくねみたいな、自分関係なくねみたいな感じで思っちゃってたタイプなんで、あんまり人のこと言えないけども、やっぱそういう人やっぱすごく多いわけで、で、その死ぬってこともさ、まさか自分がね、死ぬとは思わないし、で、その自分の身近な人が死ぬとも思わないし、その人も何だろう、その、まあ、2017年の、まあ、4月とかに亡くなってるんですけども、もう2016年のね8月とか9月とかもう夏くらいからね、もうずっと調子悪かったんだ、ずっとなんかこうすごいこの咳き込んでさ、もう喋れないぐらいもうむせちゃったりとかして、でもみんなね、心配者さんは風邪薬とかさ、咳止めとか持ってきたりとかして、でその瀬戸さんにさ、その看護師の人とかもいたからさ、なんかこう、ね、なんかそういう症状うんたらかんたらで死ぬよみたいな感じで、なんかそれ茶化したりとかしたし、で、僕らとかさ、ほら、他の講師陣とかもそういう姿を見てて、もうちょっとこれ尋常じゃねえと思ってて、いや、ほんとそれもう病院から死にますよみたいな、いや、それマジナチュラルに死ぬよみたいな感じで、みんなで茶化したりとか、からかったりとかしながらも、まあその心配したりとかしたんですけども、でもやっぱり、ね、まさかって思うじゃん。で、しばらくずっとこう、むせるような時期が続いて、でも、ある時もいよいよっていう感じになって、まあ、2017年の2月とかの頭に、まあ、入院をしたわけですよ。もう本当これどうにもなんねえぞと。もう歩けねえぞ、呼吸ができねえぞみたいな感じで、そこまでほったらかしちゃって。で、まあ、入院して、まあ、基本的にも面会はできないと。まあ、本人が望んだんだっけかな。ちょっと細かく忘れたんですけど、まあ、とにかく、面会来ないでくれと。来るなと。で、僕らもさ、ほら、そういう気遣いをすると嫌がる人だからっていうことで、まあね、あまりこう行かないようにしちゃうんだけどもさ、まあいろいろこう、人伝いにこの症状を聞くと全然この芳しくなくて、で、どん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 、なんかこの悪化の一歩をたどっていくみたいな感じで、
やっぱそれでもなんかね、どっかでこう、まあまさかねっていうのがこう、やっぱ、すごいこのあって、それがその、なんだろうな、その前向きに、なんだろう、そういうことを信じたくないって思ってる自分とか、そういうあの前向きな意味ではなくて、なんかもっとこう、無責任な意味での、なんかこう、いや、まさか自分がそんなね、あのことに合うわけがない、自分の身近な人がそんな風になるわけがないっていう感じの、この無責任な考え方をすごいしたように今は思うんすよ。で、やっぱり、なんだろう、その2月の頭から入院をして、ずっとこう症状が悪化して悪化してって、ずっとこう人ずつに聞いてて、でもある時ね、4月10日、4月10日かな ?4 月10日。もう、ちょっと時間忘れてしまったんですけども、まあ夜かな。8時とか9時とか、まあそのぐらいになって、突然メールが回ってきて、まあこれこれこれこういうことで、何時何分、たらかんたらっていうのが来て、いやー、まさかなとは思うけれども、まさかなとは思うけれども、やっぱり心の中では、あ、やっぱりっていうふうにこの思った時もやっぱあるわけなんですよ。でもまあその時にさ、やっと気づくじゃないけども、あ、やっぱりってなんか思ったらやっぱすごい遅いじゃない、すでにいろいろと、なんかそのね、無責任に俺はあんま関係ないとかって思うのを、なんかもっと早い段階でね、僕をはじめ僕の周りの人たちもね、そういう考え方を捨てられたら、なんかもっと違うことができたんじゃねえかななんてすげえこの思うわけなんですよ。その入院してからじゃなくて、そのね、去年、あ、その前の、その夏ぐらいからむせ始めた時から、なんかね、その自分らもっと責任持ってさ、その対応というか、その接し方みたいなのがすごいあったような気もするし、まあその本人の人がね、そのなんでそこまで病院行かなかったのかとかね、そのなんでそのほったらかしたのかとか、なんでそこまでいろいろ隠してたのかみたいなね、そういうシーンはね、もう今となっても全然わかんないけども、でもなんか、自分らとしてはなんかもうちょっとこうできることとかしてあげられることとかやるべきことみたいなのがあったんじゃねえかななんてことはやっぱりすごい思うわけなんですよ。だから、それがあったからって言ったら、まあそれがね、適切かどうかはわかんないんだけども、なんかそういうまさか自分がっていうふうに思うことは誰もがきっとそうしちゃうし、僕も今までそうだったんだから、あんま人のこと言えないけど、もしそういうふうに、ね、思っちゃうようなことがあったならば、無責任にそう思わずに、今自分ができることは何やろうかってことを考えてもいいのかもしれないなってことをちょっと覚えていただけるとすごく嬉しいなという感じです。まあ僕ね、今36で、僕よりも年上の人だったらさ、僕よりも年上の人だったら、おい、滝沢、今更そんなこと言われても別に俺は、なんかお前よりも全然経験してるし、みたいな感じで、あるかもわかんないんだけど、まあ若い人に対してですね、特に10代とか、中高生とか大学生とか、その辺の若い人に向けて、そんなことを覚えていただければ、すごく嬉しいなという感じです。なんか良くも悪くも、年を取れば取るほど、関わる人もすごい増えてくるし、で僕も年を取ればその関わる人も年を取るし、当然年を取れば体にガタが来るし、健康を害する時もあるし、怪我をすることもあるし、事故に遭うこともあるし、まあ何かしらで大怪我とかね、その後遺症がうんたらかんたらとか、まあちょっと僕の兄弟が今そういう感じなんですけども、ちょっとドッカーンって事故ってもらえてねみたいな感じになってるんですけど、まさかね、うちの次男がそんなことするとは思わなかったけども、でもまあまあそういうこともあったりとかしますし、どうかですね、その無責任にまさか自分がとか、まさか自分の身内がとか、こんな身近な人がとかって思わずに、なんかそういう兆候とかがあったらですね、ちゃんとこの思いやりっていうわけじゃないけど、無責任に自分は関係ないとかって思わずに、なんかこう、あって後悔しないように、立ち振る舞ってあげられるといいのかなと、すごく思います。だからといって具体的に何しようっていうのはなかなか言えないんだけども、まあ、なんとなく、そうしたときに、竹谷さんがそういえばこんなこと言ってたな、なんてことを思い出していただければ、嬉しいなという感じでございます。そんな、一人ごと。いやー、今年の4月10日もそろそろ終わりになりますけれども、本当この3年間は僕はもう生活習慣がね、えらい変わったから、ね、お店辞めて、新しいお店を持って、結婚して、子供ができて、で、生活習慣とかも変わってくるし、最近のこのね、騒動で、ね、その、お仕事の内容というか、そのレッスンが今ね、全部なくなっちゃったから、ね、レッスンではなく、あとライブも全部なくなっちゃったから、
なんか新しいことしなきゃなと思って、なんかいろいろと新しいチャレンジの気持ちを持って、たまたま2020年の4月10日を迎えている感じでございます。まあ今年もね、ちょっと、これからもブリブリっと、バリバリっと頑張って人生を全うしていこうかなという感じでございますよ。まあ何が言いたかったかっていうと、全然中身はない話なんですけれども、まあこれからも私は一年頑張っていこうという話でございます。またどっかでね、どっかでっつうか、まあ、アウトしたのが一箇所しかないけど。その時にまたこう再会する時があったらね、またこうね、こんだけ頑張ってきたぜみたいな感じで、なんか胸を張って言えるように、今年も一年頑張っていこうかなと思うような節目の一日でございました。そんな感じの独り言でございます。何も参考になるとかなかったと思うんですが、これからもですね、お互いに胸を張って頑張ってバリバリといきましょうということでございます。それではだいぶ独り言が長くなりましたけども、動画としては以上でございます。明日からも頑張っていこうぜ、おいえー。ではぬるっと終わります。それではさようなら、また違う動画で。